はい、こんにちは。田中みやびです。私ですね、フリーランスで構成作家、リサーチャー、ライター、翻訳家などをやらせていただいているんですけれども、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか、私が普段生きていて思ったことなどをどしどし共有していくっていう趣旨でやらせていただいているんですけれども、今日のトピックは、自己責任の適用範囲について語らせていただければなと、 え,思っていますえっとですねあの今闇バイトって今いろいろと事件が頻発していて、えー、まあ何かと話題になっているじゃないですかあのこれだけ報道されてるのに、えー、まだやる人がいて若い人の中であの本当にニュースとか見てないのかなとか、えー、個人的に思っちゃったりはしてるんですけれどもで闇バイトになって で捕まってしまったら、えー、これぐらいの刑罰が、えー、加えられてもし人はやめてしまったら、えー、無期懲役化死刑になる、えー、っていうのがもう量刑、えー、相場として出ちゃってるのでそれでもまだやろうとしているっていうなんか、えー、人たちがいて最近そのなんだかこれまでいわゆるちょっと判断基準があまり判断基準を頭の中に持てない人だったりとか。 あのまあ、えー、言葉を選、えー、わが悪いかもしれないですけど知能的な部分で問題がある人たちが、えー、やっていたんじゃないかっていうような、えー、ことも言われてたんですけど最近はまあ普通の大学生とかも社会人とか会社員とかもどんどん関わるようになってきちゃって、えー、20代から30代前半の、えー、何でしょうもう完全にそのあれですよねもう知能とか知性とか関係ないんだなっていうような、えー、状況になってきちゃってますよね。 それだけその若い人たちが、えー、キラキラであるとか、SNS で見たキラキラであるとか、えー、なんかお金に困って、えー、短期的に何か稼ぎたいであるとか、えー、楽してお金を得たいとか、そういうような、えー、心に、えー、なってしまって、えーまあ、SNS であるとか、まあ、最近だったらショート動画とか、短く見れるものに対して、えー、価値を感じてしまうというようなこところがあって、そのまあ お金の稼ぎ方も短期的な視野しかなくなってしまってきたんじゃないかなと思っているんですけれども。で、そこに来てよく言われるのが自己責任論ですよね。あのー、まあ、闇バイトに手を出して無期懲役を食らっても、えー、最悪試験だったとしても、それはあなたのやったことだから、えー、自己責任ですよっていうような、え、ことが誠しやかに言われてるんですけれども、も僕もそう思ってたんですよ。 本人たちは指示役から逃げたら、えー、ひどい目に遭わせるとお前とお前の家族をひどい目に遭わせるからお前やんなきゃいけないみたいなことを脅されてやったっていうような、えーまあ、それがもう供述する時の提携文句になってるんですけれども、まあ、それでも、まあ、多くの人は、えー、多くの人はというか、えーまあえー、多くの人じゃなかったとしてもそれは自己責任だと。 そういうものに手を出して逃げなかったあなたの自己責任ですよっていうようなまあ自己責任論とか自責とかいろいろ言われてると思うんですけど果たして何というか僕自身はちょっと皆さんがどう思ってるかわかんないんですけどもまあ別に闇バイトであった闇バイトじゃなかったとしても言えることなんですね。家庭環境が悪くって犯罪に手を染めてしまった薬物に手を染めてしまった詐欺を行ってしまったとかでも。 あのなんかでそういうようなあ悪事に走ってしまったりとかうまいこといけれないとか精神疾患を別に何か悪さとかしなくても精神疾患を患ってしまって、えー、長い間引きこもりになっちゃったとか、えー、そういうようなことでもうなんか、えー、自己責任って果たしてそれって自己責任なのかなっていう部分もあったりはするんですよねもちろんその闇バイトだと知ってて闇バイトにも積極的に加担せたて その結果捕まって重い刑罰を下されるって、それはやみ自己責任だと思うんですよ。ただ、その、例えばホワイトバイトだと思って行ってしまって、えー、それで、あの、そういうことになってしまったと、巻き込まれてしまったっていう場合だったりとか、あのー、家がもともと、あに裕福じゃなくって、なんか、えー、た、裕福じゃなくて、 やっぱすごい苦労してきたとか、あのー、まあ、生まれて自分では選べないじゃないですか。あとは、まあ、あのー、家庭環境が、えー、先ほども申し上げるように、ちょっと悪かった。例えば、あの、両親がいつも喧嘩していたであるとか、なんか、父親が叫びたりで、えー、なんかギャンブルにはまって借金を作ってたとか、えー、そういうような、えー、家庭だったりに生まれてくる子たちも絶対いるとは思うんですよ。 父親じゃなくても母の方にちょっと問題があったとかそれってであのそういう人たちってやっぱりその適切な教育を受け入れない状況にあると思うんですね、えー、なのでその親から見放されてしまったりとか,だから孤立を抱えてしまったりとかでそれであの、まあ、自分たち え、まあ、ここで、あえてこの言葉を使わせていただきます。なら弱者というか、えー、そういう人たちが、集まるコミュニティに自然と吸い寄せられちゃって、で、そこがたまたま悪事とかに手を染めていきやすいような環境になってたとして、ここなら自分の居場所があるからって、まあ、その悪い仲間たちとつるんでしまってで、その結果、悪事に走っていく。犯罪とかに走っていく。 えー、僕自身はあのそういう人間ではなかったので小さい頃、えー、そういう環境にもいなかったですし全然その今憶測でしか物を語れないんですけれどももし、えー、それがあのルートとして、えー、例えば悪いことをしてしまう人たちのルートとしての一つの道になってるんだったとしたら、まあ、自己責任ってそれでも言えるのかもしれないんですけれども、えー、そこにあまあ、自己責任自己責任で強く言っていいのかどうかっていうのは私自身はちょっとそこに関しては。 疑問に思うところがあって、えー、そもそもこれ、えー、なぜ、えー、言い出したかというとあの僕がそれを言い出したかというとなんかこの間 ABEMATV で EXIT の兼近さん兼近大義さんがあの闇バイトに走る、えー、人たちを見て、えー、自己責任論がこれを生み出したんじゃないかっていうような、えー、ことをおっしゃってたんですよ。 えー、で、僕も、それも動画を見るまでは、まあ見る前もちょっと思ってたんですけど、えー、まあ結構自己責任、自己責任ってことをよく僕使うんですね、ノートとかでも。えー、まあリアルではそんなに言わないですがで。やっぱりその、それはやっぱり自己責任で、自責って、他責より自責で生きた方が、まあ、 一見辛いように見えてメリットは大きいし後々自分が楽できるし幸せになれるからっていうな理由なんですね別にその短絡的に言ってるわけじゃなくて自責自責って何でも、えー、ただそのエグ x ットの金近さんの発言とかも拝見しててやっぱりそのどうしようもない部分ってちょっとあの同情を,かをした方がいいというかしないといけない部分ってあるんだなっていうふうなのは思,思いましたし自分でもそのやっぱり 何でもかんでも自,足自己責任自己責任って言っててちょっと違和感は感じてたのでもともとまあそういうふうに今日思ったんでちょっと今日というかあ最近思ったので、えー、語らせて今日このような形で語らせていただきたいなと思ったんですねで皆さんってまあ自己責任ってどのように思っているのかなと思ってこれ他責に関してもそうなんですけど例えばそのまあ自己責任って、まあ、自己責任に 該当するものと、自己責任に該当しないものとえ0、え、ま、0100で分けるわけでもなくそこを、あの、ここまでは自己責任、ここまではえ人のせいにしていい、他責でいいっていうような部分をちゃんと、その、明確に分けてはいけないと、分けることはできないと思うんですけど、そういう範囲設定っていうのをちゃんと、おの、おの心の中にえ置いておいた方がいいんじゃないかなとえ思ってはいるんですよ。 もちろんその犯罪を犯してしまって刑罰ってものは大人になったらもう自分で継がななければいけないのでそこに関してはやっぱり自己責任っていう部分が適用されるとは思うんですけれどもただそ,のそこに至る経緯であるとかそういったものに関しては同情しないといけない部分ってやっぱりたくさんあると思うし共感しないといけない部分ってあると思うんで僕自身ももし自分が20代前半とかで今 えー、例えば10代だったとかであんまりちょっと情報リテラシーがない時に、えー、あの例えば闇バイトとかの情報とか見ちゃうともしかしたら自分でも応募してしまうんじゃないかってふと思ってしまったし、えー、もちろんその、えー、やらない自信はあるにはあるんですけどその一方でそれが100%かというとそういうわけではないので、えー、そこら辺は気になってますよねまあ例えばあのー、悪い男に引っかかったとか、あのー、不倫をしてあのー えー、振られて、みたいな。えー、で、結局、その、一人者ですとか、えー、なんか、そういった、あの、異性関係の、この、悪い男に引っかかった、悪い女に引っかかったとか、そういったのは、やっぱり、その、自己責任でいいとは思うんですけれども、ただ、その、そう、そういった異性関係の中でも、例えば、その、最近、その、あったじゃないですか、頂き女子みたいな事件。あれを生み出したのは、 えー、どこまで自己責任なのかなって、あの事件を生んだのはどこまで自己責任かなと思うんです。被害者、加害者両方に言えることなんですけれども、まあ、あの被害者の方はもしかしたら、まあ、悪いことはされたんですよ悪い。被害を受けてるんですけど、被害は受けてるんですけれども、あのちょっとそこに見抜くことができなかったっていう面で、えー、自己責任っていう部分は言えるとは思うんですよ。あのお金を失ってしまったっていう部分。 えーまあ、普通の判断だったら多分そこにはいかないと思ったんでなんかまあただ騙すテクニックもすごかったのかもしんないですけれどもただその加害者の方、えー、は、えー、どこまで自己責任なのかなっていう部分もあるしもちろんそのやったことは自己責任だと思います自分のせいだと思うんですけれどもでそれをなんかあの映画化しようとしててなんかそれを社会全体のせいにしようとしてる っていう部分も、それは、それは絶対違うだろうって僕は思うんですけれども、多くの部分は自己責任なんですけれども、果たして完璧に100%自己責任って言い切れるかっていうと、僕は、あの、被、加害者に対してそう思うし、あの、被害者の方にも、まあちょっと、え同じ男としては同情してしまう部分はあるとは思うんですけれども、まあ 自己責任か他己責任かって言ったら僕は自己責任の方だなと思ってはいます。被害者に関しても。えー、なので、そうですよね。その、やっぱりその、犯罪に走る人とか、う、え、ま、ー、く道を歩めない人とか、うまく、何がうまいかどうかってわからないですけれども、あの、うまい道を歩むとか、歩まないとか、別に、あの、正解も不正解もないと思うんで、人生に。えー、なので、まあ、どういった道を歩むにしても、なんか、その、 自己責任って思い込みすぎるのは、えー、どうなのかなっていう部分は思ってはいますあの。自己責任である部分と、自己責任でない部分と、えー、ここは100%自己責任だ。えー、ここは80%ぐらい自己責任だ。えー、ここは0%自己責任だ。えー、ここはもう完全に100%多席ですとか。まあ、仕事とかでもいろいろあると思うんで、そういう面って。そののどうしようもない現実ってあると思うんですよ。そのまあ クライアントは理想的な部分を求めてるけど、いや、それは不可能だから、不可能だから、こういう落としどころにしないといけない。だけどクライアントは、これを求め、理想を求めてくる。いや、これがしかできないからっていうような部分のせめぎ合いって絶対あると思うんです。それでなんか、自分がのせいにされたとしても、それって自己責任じゃない、自己責任かどうかって僕自身は思う、えー、疑問に思うんで、あの、そういった面っていろいろな面でもあると思うから、そこら辺って、皆さんで、えー、なんか、おののの判断基準を作って、 やっていった方がなんかメンタル的にも落ち着くしえなんかいろんな,面なんかこう自分に厳しくなりすぎないし他人にも厳しくなりすぎないえーっていう形でそのえ生きていけるんじゃないかなと思ってはえいますえ皆さんはえどう思ったでしょうか取り留めのないお話をしてしまいましたがえこの動画がもし良いと思った方は、えー 高評価並びにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。